シャトーイコールティエリは、フランス、オードフランス地域圏、エーヌ圏のコミューン。レジオンドヌール勲章を授けられている、稀なコミューンの一つである。マルヌ川谷の中にある。川床から丘の上にかけて、高度に都市化がされている。コミューンの地形は、山ちである。コミューン北部は、ピカルディ、西部は、イルドフランス、東は、シャンパーニュと接する。現在は、 行政上ピカルディ地域圏に属するが、フランス革命までは、シャンパーニュ地方に属した。実際にシャトーイコールティエリの佇まいは、丘とブドウ畑の連なるシャンパーニュ地方のコミューン、そのものである。マルヌ川谷は交通網の要所である。シャトーイコールティエリ駅は、トランジリアンのトランジリアンパリエスト路線のターミナル駅である。加えて、テルバレドラ・マルヌの路線駅でもある。 エーヌ県南部とパリとを結ぶ路線が多くあり、県内有数の混雑する駅である。主要道は A4、D1 などである。5世紀以降、オトムスと呼ばれていたのが、最古の地名の記録である。オトムスとは、エーヌ県南部の地方である、オモア地方に由来している。718年には、城の周りに、コミューンが成長し、シャトーイコールティエリの名が現れる前は、 カストルムティデリシ、またはカストルムテオドリックと呼ばれていた。1793年に始まる恐怖政治時代には、エガリティコールシュルマルヌと改名させられていた。ティエリ城文明家の最古の記録は、鉄器時代の墓の跡である。ローマ時代、マルヌ川やソアソントロワガンの道路が横断する利点を生かして、地方、第二の町であった。 732年のトゥールポワティエ間の戦いでアラブ軍を退けたカール大帝は8世紀以降にシュヌーダーニを見下ろす産地に定住した。彼はこの場所に宮殿や農場を建設した。721年には即に自分のものとなる城の建設をしようと思い立った。そこがブリュンヒルド王妃によって修繕が行われたローマ街道の重要な一致であったからである。 シェル修道院にいるダゴベルト3世の子でティエリと呼ばれる若い王子が見出された。即位後彼はテウテリク4世と名乗った。若い王は王国の中枢を占める人々に疎まれ、要塞に閉じ込められた。これがコミューンの起源である。彼は737年に23歳の若さで死んだ。877年、カール大帝の下で作られた シャトーイコール・ティエリ白霊は、ルイ二世によって、ベルマンド・アハク・エルベール二世に与えられた。シャトーイコール・ティエリは一時、ラウール王に奪われるが、938年に、エルベール二世が死ぬまで領有した。10世紀半ばに、トロアハクが、シャトーイコール・ティエリを軍事的要所として適用し、彼の子孫が11世紀終わりまで領有した。12世紀にシャトーイコール・ティエリ一体が、 シャンパーに白領となった。ティボー4世白は、マルヌ川の流れを戻した上でコミューンを城壁で追い、サンジャック砦を築いて、防衛の柱とした。ルイ7世に対して起こした戦争によって、シャトーイコールティエリ周囲は王軍に荒らされ荒廃した。ティボー6世が、シャトーイコールティエリに邸宅を構えていたにもかかわらず、コミューンの検証が授けられたのは百三十一年で、 ある。1304年にフランス王妃ジャンヌ・ド・ナバールが建設させたシャトー・イコール・ティエリ病院は現在も病院として機能している。1544年、シャルル5世が略奪を行った。フランス革命までシャンパーニュ地方に属した。シャトー・イコール・ティエリは第一次世界大戦中の1918年にアメリカとドイツが交戦した地で前線が置かれた。 第二次世界大戦中の1940年にもフランス遠征の舞台となった。シャットーイコールティエリの人口は相対的に高齢者が多く、全人口の約22%を占めている。ありがとうございます。